コセト内市コセト様式とは、平安時代末から、室町時代中期まで、現在の愛知県尾張地方の瀬戸市周辺で、生産された、陶器類やその様式を言う。コセト海遊菊花文壺滋賀県八幡山城出土の、コセトの平氏活有派文4耳坪14世紀、東京国立博物館像公有ら草文4、耳坪14世紀東京国立博物館像。 活有以下ボタンから草分広くちつぼかな県、鎌倉市坂の下両前山頂湿度14世紀、東京国立博物館造考古学上、井上菊夫の考える変年論と藤沢良介の考える変年論があったが、現在は藤沢の変年の枠組みが普及して用いられるようになっている。井上の変年は、十一世紀伐用から十二世紀公用の、 さなげ用の瀬戸地区と東山地区の山茶碗、山皿、片口鉢などの無友陶器生産と瓦の生産を行っていた時期を、愛期とし、12世紀末から13世紀末を、通期、13世紀末から14世紀末を、3期、14世紀末から15世紀までを、4期とし、15世紀末から大陽期が始まるとする。それぞれ前半と後半で、A 期、 b 期に細分している。一方、藤沢の考える変年は、海遊4、耳つぼの出現に象徴される、瀬戸の世有等企業としての成立を12世紀末において、前期様式の開始とし、13世紀末から始まる、鉄湯の出現を中期様式、14世紀後半から15世紀末までを後期様式とし、それぞれを4期に細分している。 15世紀末に釜からだが、穴倉用から大釜に変化するとともに、天目茶碗、すり鉢、炭々皿及び丸皿に機種が絞られるまでの、約300年間をコセト様式の時代と位置づける。コセト様式は大きく、海洋の実が用いられた時期を前期、鉄油の使用が始まり、画家門や印加文などの本格的な文様が付けられた、時期を中期、 日用品が量産される時期を後期と位置づける。小瀬戸前期様式は、おおむね、井上変年の穴ぐらいを通期に相当し12世紀末から13世紀後半までの時期である。当初は4、耳つぼやたらい状の荒い、動物下半で腰が絞られる、タイプの兵士愛類、直線的な石寸動な兵士通類、長首で、高台のついた水中愛類、ややぶれた。 半球形の卸皿、花瓶などが生産されているが、前期様式の後半になると、高台が付き公園部の外反する兵士のような水中、通類、荒井に似た、多来状のオリエンフカ皿、ゴス、コマ犬が生産されるようになる。卸皿は、公園部に沈船を持ち外反する傾向を持つようになる。兵種類は、公園端部に突起を巡らすタイプに、まとまり水中類は、 高台のない平底で、取っ手がついたものが、主役になる。コセト前期様式は、4、耳つぼや兵士水中、洗いなどが主体であるため製作技法も、ろくろ回転させながら、粘土紐をわずみみする、紐あずみ未成形が主体である。木面の底部付近は、ヘラ削り調整を行い上部はヘラなでか、指なでを行う。特に兵士や、水中の公園部分は、 指名で調整である。当初は、おろし皿も紐もわずみ未成形であったが、前期様式の後半になると、ろくろ水引き成形となり、花瓶や、ゴースのように、粘土柱から粘子で器を切り離す際にできる、回転糸切り根が残る。また、前期様式ではハケメ根が残っていることからハケで、釉薬を塗るハケ塗りが主体であることがわかる。 また、記念へのセブンは前期後半すなわち13世紀中央に、平氏、つぼの剣部に、平行の串、ひさし文が一箇所、内氏二箇所巡らされ、因果文が使われ始める。古瀬と中期様式の開始時期を示す資料としては、神奈川県鎌倉市、二階堂閣温寺海山島の地下に設けられた、石室から、通期でも古葬に属する。 草場文フミヒロクが出土している。これは、同時解散地海震への倉国旗であり、解散党が、里市海カイ震への27回期にあたる1332年の、ト流であることから、広ロクつぼの年代は、解散地海震へがなくなった時点か、それよりやや前と考えられるため、おおむね14世紀初頭に位置づけられる。これは、井上変年穴ぐらいを3期に、 ほぼ相当する。中期様式で、13世紀末の愛気では、広口壺、中型の二日瓶である花瓶アイビー類、大型の二日瓶である花瓶通類、筒型号炉、天目茶碗、平碗、水滴が生産され始める。14世紀初頭の通気になると小皿、柄付け方口、茶入れ、祖母懐壺と呼ばれる頸部が短くず運動で、剣部に、 耳がついた茶壺が登場する。兵士と水中は寸胴なツル類が残り、頸部の中央部分に突起を巡らすようになる。中期後半、すなわち14世紀中央になると、兼用写しの天目蛇腕 B 類が現れる。また、中期様式では、鉄油が出現するのを特徴としており、出現時には、海油と酸化鉄の調合に、ばらつきがあったため、 酸化鉄が少ないために青みがかって光沢が強くなったり、逆に多すぎてくすんだ赤みの強い発色になったりしていたが、中期後半になると黒褐色の安定した色調の鉄油が施される。制油方法は、中期前半で水滴、ゴース、花瓶藍類のような小型の瓶、壺ぼるや天目茶碗は、素地の状態の器を釉薬につける付けがけが行われる。 中期後半になると、平羅湾、おろし皿、天目蛇湾などの湾、皿類のみならずオリエンフ深皿や柄付け型口のような、鉢、万類も付け掛けによる世誘が主体で、刷毛塗りは、底部内面のみとなる。大型の瓶、壺類は中期後半に付け掛けや釉薬を飛釈などで、流しかける流しがけの世誘法が現れる。中期様式のセブンは串、ひさしみの他に、陰下分が、 木面全体に施され、画家門や天下門が多い傾向がある。また、ヘラ平江垣の草葉分も、盛んに施される。中期後半になると、串、ひさし、ふみは存続するものの、因果分は、次第に消失していく。後期様式は、井上変年の穴蔵用を4期に、ほぼ相当し、滋賀県安敷父屋櫛堂遺跡で取得4年の、牧署名のある、 海遊寺河園大皿が出土していることから14世紀後半から開始されると考えられる。平湾は、後傾1 5トル強、器高7トル前後から新しくなるにつれて、扁平となり、後傾1 7トル弱、器高5 5トル前後になる。この傾向は、五一期から出現する小鉢や朝湾も同じで、朝湾は、 後径13センチメートル、器高4.5センチメートル前後だったのが、後径11センチメートル、器高4センチメートル前後の潰れた形になる。小鉢も後径10センチメートル前後と変わらないが、器高は5センチメートル前後から3センチメートル弱まで潰れた形に変化する。天目ジャは後期後半、すなわち15世紀中様に高台の内面がくぼんだ。 内列高台のみとなる。ワン類は、全体として5、5二期くらいから付け高台から削り出し、高台へ移行する。奈良崎昭一、日本の当時、古代中世編に中央抗論者、1975年を、踏襲しつつ、大容器を除く4機を、穴蔵用愛宝器とした。井上1992など、1996年に実施された。 瀬戸島イブンセンター設立5周年記念シンポジウム、古瀬戸をめぐる中世陶器の世界が景気になっていると思われる。穴窯と読む。通常、穴用と呼ばれ、しばしば穴用とも表記されることがあるが、考古学で連合式のぼり窯や流用以外の斜面を利用した単質の窯をこの表記で呼ぶ。特に、 末駅を焼成する窯であることを強調する場合は、末駅用と呼ぶ。上り窯も参照。鎌倉国宝館編、発行、各恩寺解散近い死にへ700年記記念、2005年。ありがとうございます。